はい、どうもこんにちは、こんばんは、りょんです。そしてはい、どうもこんにちは、こんばんは、かまぼこです。はい、ということで今日も新ルールで対戦動画を撮っていこうと思うのですが、はい、皆さんすいません、昨日ロゴ投稿すると言ってたんですが、ちょっと朝、撮影予定だったのが寝過ごしてしまって、ちょっと撮れずにですね、投稿を休みさせていただきました。また今日からね、動画を上げていこうと思いますので、よろしくお願いしますと。お願いします。はい、ということで、今日僕が使うデッキが、ゼニスクラッチ。こちらは、以前とはだいぶ構築が変わってまして、青龍の記憶がね、新ルールにより若干弱体化したかなって言われているところなので、それ以外の構築で組んでみたいなと思いまして、よく見る緑が入った形ですね。それで組んでみましたと。はい、で、そちらが、はい、こちらが白丹のヘブンズゲート。うん、そうだね。そちらはまあ前回使った時と内容は変わってないんですが、はい、まあ、まだ1回しか使ってないですし、またお見せしようかなということで使ってみることにしましたと。はい、はい、じゃあ早速やっていこうか。はい、はい、はい、じゃあいこうか。はい、最初はグーじゃんけん、はい、先行。あー、負けたー。はい、スタート。最強のパフィオル先行からのチャージイン。うん、うん、ガイドバラをチャージエンド。はい、ではドロー。いいチャージインだ。ライオネルをチャージして終了。はい、ドローした。うーん、あまり良くなかった。ほう、ボンスワールをチャージ、うん、エンド。はい、ではドロー。これはグレートミラクルキラマルを埋めてターン終了。はい、ドローした。ガイドバラ君をチャージ、うん、エンド。はい、ではドロー。では、フェアリートラップを埋めて3コストでフェアリークリスタル、うん、まず、山札の上から1枚山の上に置きますと。もう置いたカードが無色だったらさらにもう1枚置けます、うん、はい、それでターン終了。はい、今引くのどう。注意よ、チャージ、うん、エンド。はい、アンタップしてドロー。ではこれはライオネルフィナーレをチャージ。うん、よいしょ。5コストで、連勝フェアリーダブルライフ。はい、では、2枚マナブーストしますと。クリスタルとピクシーライフがいって、で、あとですね、墓地にあるときに8マナ、支払うことでもう1回唱えることができますと。でその場合は、デッキ下に置きますと。はい、で残った3マナでセブンスタワー、はい、7コストあるのでメタモーフで1枚の代わりに3枚マナゾーンに置きますと。困る。1、2、3。はい、これでターン終了。まだ構えるの決まってるでしょ、ドロー。あ、遅いの。サラーダ、うん、サラーダヘブンズゲート5マナ。はい、ほい、ミストリエス。はい、召喚。うん、エンド。はい、どうしてこの子は自分には反応しない。アンタップして、まあ強いからじゃないですかね。まあですね。ドロー、頑張ってみようかな。5コストでミステリーキューブ。はい、まず山札をカットしますと。はい、ミス、はい、はい、で、カットした後にデッキトップをめくって、それがクリーチャーならバトルゾーンに出せると。はい、違いました、はい、違ったらこれはマナに行きます。スーパー危なかった、はい、でも違っても7コストでゼニスクラッチ。はい、そういうのはいいの、そういうのはいいんだよ。呪文ならいいのね。うん、オッケー、これを使った呪文。はい、呪文っていうかゼニスじゃなかったらいいです。そうだそうだ、はい、ゼニスじゃない。ドン、オッケー、うん、これは手札に加えます。素晴らしい祈り。ターン終了。祈りは届くって漫画版スタークロスでも言ってたでしょう。ドロー。よくわかんないです。オッケー、うん、ボスワール君はチャージ。はい、読まな。うん、天聖の玉が来るした。はい、はい、玉が出て、玉、あの玉のとこ強調しといて。で、玉が出た時に、こちらの方がマナが多ければ2枚ブーストできると。はい、よいしょ、アタックインで。はい、もうふーん、あー強そう。あ、そしてミストリエスの効果。うん、うん、で、1枚取ってきますと。頼む、ゲンド。はい、アンタップしてドロー。じゃあ、ダブルライフをマナに埋めて7コスト、うん、ゼニスクラッチ。困る。はい、どんどんいくよ。しかし2があることは3がある。ドン、なんだろう、これトップがゼニスじゃなかったらいいんだよ。仏の顔は3度までという名セリフを知らないのかよ。はい、デッキトップドン、ウェディングゼニスですね。はい、バトルゾーンに出ます。で、これはゼニスクラッチの場合召喚なので、召喚扱いなので、
召喚時効果がトリガーします。はい、ウェディングのトリガー能力、場に出た時に相手は自身のバトルゾーンか手札より4枚選んで新しいシールドとしてシールドゾーンに、加えます。4枚、はい、じゃあこの2枚と場の2枚、この場の2枚で、うん、オッケー、はい、はい、でさっきミストリエスがいたんですが効果はトリガーしているので、はい、この効果の後でワンドローできますね。シューン、はい、どうも、はい、で3コストガチンコルーレット1枚ツーストしますと、ああウェディング欲しかったな、じゃあガチンコジャッジ、おい、いってそうだろう、ガチンコジャッジ10、はい、勝ったのでこれが手札に戻ります。じゃあ、そのままの勢いでもう一回ガチンコルーレットして、1枚ブーストしてガチンコジャッジ10、はい、もう何もかも終わりだ、これが手札に戻って終わりだ、ターン終了、これで勝てるわけがない、当たってうんドロー、はーい、シュイーン、ドロ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 、ザババババ、7コスト、うん、それくらいでしょう、7コスト、うんうん、ブンズロージャ、はい、ブンズロージャ、はい、デッキの方からコスト多いかな、あれをドラグ払ったフォートレスを、うん、うん、まあフォートレスに限らないですけど、まあ、コスト5以下の光のドラグハートを出せますと、はい、パワーで殴るしかないんだよ、エンドレスヘブン、はい、エンドレスヘブン出したよ、うん、つまり手札にブロックがいないってことなんじゃないのか、そうエンド、エンド時、はい、はい、エンド時相手よりこちらの方がシルドの枚数が多いので、うん、愉快、はい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 、ドバッと2番、エンド、はい、2番、それは何だっけ、うん、これは新エスケープを持ってるのと、うん、こっちのドラゴンがアタックするときに相手のクリーチャー1体タップ、はい、はい、でそれで、あれでね、アタック別にアタックしない、はい、了解です、トリプルブレイカー、はい、ではアタックしてドロー、うん、それはね、あまり良くないのではっはー、頼むぜ、何も持っていないでくれ、お願いします、せっかく出したんです、リーチコースでウェディング、子供が似てるでしょうが、トップから来ました、バトルゾーンのクリーチャーか、手札から4枚選んで、だって金エスケープ持ってたよね、シンエスケープかな、シンエスケープ持ってたよね、シンエスケープの効果は、このクリーチャーがバトルゾーンを離れるとき、うん、代わりにシールドを自分のシールド2つ手札に加える、はい、でそのシールドは使えないと、使えない、トリガーだとしても使えない、4枚、とりあえず4枚選んでください、4枚選びます、まあ、手札が2枚で場が2枚なんで4枚選んだと、これとこれとこれで、はい、4枚選んだと、で離れるときにまずで、まあ、選んだのは置いといて、で、代わりにまず2枚というのに加えましょう、こことうん、ここで、はい、はい、で、残り3枚を手札に加えましょう、はい、じゃあこれでバトルでウェディングでアタック、はい、奥3枚でいいや、奥3枚、うん、焼却、焼却、ひどいよ、どうしてそんなひどいことができるんだ、ドバ、何かな、何もない、何もないって言うか、何もないんで、インタローズとエダイナスバットカイザルバーラ、はい、ではこれでターン終了、はい、アタック、うん、ウェディングはいくつ、ウェディングは13000、13000歳か、ゴロ、5マナ、うん、5マナでミストリウス、はい、とりあえずミストリウス君に何とかしてもらおう、アタック、うん、これはネバーエンドで、うん、ネバーエンドで、ちょっと待って、ウィディングってエターナルオメガを持っておるんじゃないですかね、あ、除去っても困るんじゃないですかその代わり、こちらも負けてないんで、まあ、あれから手としては、まあ、エターナルオメガも考えつつここに向かって殴りながらこれをタップするか、そしたら次のターン、これ起きないですし、これは出たところなんで殴れないですしっていう場を作れるけど、自分のカードが4枚ずつ減ってきます、そうなんだよ、はい、そうなんだよね、でもう一つは、シールドに殴りながら、まあ、この辺でもここでもいいからタップしておくと1体しか殴れないっていう状況は生まれますね、はい、どう選ぶかですね、この際手札をくれてやる、うん、オッケー、アタック、うん、じゃこれウェディングにパンチ、ここ、うん、でアタックした時、ここをタップ、こっちのウェディングをタップで、でこれは起きないと、でこれはエターナルオメガで手札に戻ります、は
の手札を買うしかないんだ。買う方法はない。エンド。はい、ではアンタップしてドロー。あ、違う、アンタップしないです。ここアンタップしない。あ、そこはアンタップしないです、うん、これ悩みどころですね。これなんか永久にループしそうなんですよ、うん、永久にループしそうなの。どっちしようかな、これ12マナ、うん、グレートミラクルキラマル出ちゃったん。はい、出た時にですね、3回ガチンコジャッジをします、はい、それで、クリーチャーで勝ったらそれをバトルゾーンに出して、呪文で勝ったら、それをただで唱えることができますと。いくよ、はい、ガチンコジャッジ3 5勝った、はい、負けた。はい、じゃあ2回目いくよ。全部それでいいよ。ジャッジ2。あ、もう終わりだよこんなの。これだね、勝ったからバトルゾーンに出ます。ガチンコジャッジ7。はい、で、これはバトルゾーンに出すなので、召喚時能力は使えませんと。はい、で、ひらまるが、はい、ドローしていいですか。どうぞ。やった1枚。うん、キラマルの分、これはキラマルの分、うん、これはベートーベンの分、うん、そしてこれはベートーベンの分だ、うん、どうぞ。で、キラマルが全てをスピードアタッカーにするので、キラマルでここに送ってみようかな。どうしますか。全てをスピードアタッカーにしているよ。え、キラマルっていくつ。17000。17000歳。うん、さすがでしょ、ブロックとかできないもんね。新エスケープ感、うん、ちょっと待って、ベートーベンっていくつ。ベートーベンは13000。永遠に眠られ続ける。あ、そんなことはなかった。じゃあここさえ突破すれば何とかなると思う。うん、オッケー。じゃあ新エスケープ君。うん、ね、分かってるところかな。ここと、うん、ここ、うん、ビンゴ。これでシールドを殴りに行くかどうかなんだけど、ヘブンズゲートで何かが出てきたとして、うん、割り切られる可能性まで出てくるので、これは終了でいいんじゃないのかな。はい、じゃあアンタップ。はい、すごい勢いでアンタップしつつ、うん、いったら。こいつとじゃあ、うん、はい、どっちか。はい、じゃあ残ったままま、うん、いくわ。ヘブンズロージャー、はい、ヘブンズロージャーの効果、うん、光残した場合かな。ドラグハートバトルゾーンに出した。はい、ヘブンズヘブン、うん、でこれでブロッカーを増やしてなんとかなんとかするなんとかする、うん、そういう方向で。じゃあこれもうラチが開かないからシールドを割らないといけないのでは。どうですかね。シールドを3枚やって、うん、配置を立たないようにして少々立たせなくして、うん、でも、もうブロッカー1体しかいないけど、まあ、エンドに何か出るのか、なんか出るらしい、うん、オッケー、大丈夫よ、きっと。ちなみにやけど、うん、さっき言ってる段に戻ってるからね、ウィーディングが、うん、それも計算に入れないとやね。シールドアタック、うん、シールドにアタックした時にウィーディングをタップ、こう、うん、はい、二度と起き上がらせない、ここ、うん、じゃあ3枚入れます。あらちょっと何も、あらエリトラップ、うん、シュッ、デッキトップめくります、チラッと、うん、で、これをマナに置くか、これより小さいクリーチャーを一体マナゾーンに置くかなんだけど、より小さいですね、これより小さいだから1とかいないんで、これマナゾーンに置きますと。はい、弱かった。はい、何もないよ。何もない。エンド、エンド時、うん、俺たちのエンド時、ヘブンズヘブンの効果、はいはい、エメラルーダで、うん、エメラルーダで、まず回収、うん、回収するのが、うん、これ、お、これでいいんだっけ、ちょっと待って、これでいいんだっけ、待って、違う、これ、お、これ回収、こう使えるんだよね、うん、シールドトリガー、はい、ヘブンズゲート、はい、手札から、うん、光のブロッカーを持つクリーチャーを2体まで、うん、がクルスタと、はい、オズワル、はい、で、エメラルダの奥効果、奥効果、奥効果が、じゃあこれ、うん、端っこに置いた、はい、で、あとミストリエス、ダークルスター、ボンソワールがトリガーしてるけど、どうしますか。じゃあミストリエスではどう、うん、クルスターで潰すと、うん、ボンソワールの効果、うん、3枚にいる、はい、その中からブロッカーを全て手札に、今待って、ミストリエスでワンドローしかしなかった、ワンドローでいい、はい、ワンドローでいいな、うん、はい、できなくなっちゃう、うん、3枚、セイントローズ、違う、ミラクルなんて違う、ミラクル、あ、なんか見えたな、うん、はい、ドローが正解だったんだよ、まだ関係ねえ、エンド、エンド、
はい、エンド、これが2処理残ってない。エンド時にこれでこれ出したもんね、うん、エンドの処理は残ってないはずです。はい、エンド。はい、ではアンタップして、あ、ここは立たないと、うん、タップしてドロー。じゃあもうがっつりと、がっつりと、もうがルーレットとかいらないんで、ルーレット11、もう11とかいってる。はい、バンベードで、では効果で相手のクリーチャーを全てバウンスします。ネバーエンド、新エスケープの間にちょっと待ってください。はい、はい、新エスケープはまあご自由にお考えください。でここが確定で、この辺が確定で戻りますと、新エスケープくん、うん、戻すのがこれと、うん、はい、これ、うん、これでネバーエンドが残って残りは全部手札で、はい、あ、じゃあこれベートーベンでトリプルブレイク3枚気になね、3枚、うん、ヘブンズゲート、はい、リューティス、うん、クルスター、うん、あれはいいです、ムスはいいの、ムスは大丈夫です、はい、死んじゃう、俺もなかなか死が近いんだけどね。そうですか。はい。じゃあ、ベートーベンでダイレクトアタック。これはブロック。うん。じゃあ、バンベートーベンでダイレクトアタック。ブロック。はい。はい、では、グレートミラクルキラマルで、ここにアタックせずにダイレクトアタック。確認してもとりだ。はい。はい。でもこれ、これどうなんでしょうね、これ見せて、デッキトップめくって、光のクリーチャーなら出して、その上に載せるっていう効果なんですけど、はい、これ、デッキトップめくってクリーチャーを場に出すところまでは特にこいつが出る効果ではないので、その後その上に置くときにこいつが、コマンドなんで、コマンドでドラゴンなんで墓地に送られるとすると、もしかしたら下だけ出るんじゃないかいうような気がしてるんですけど、コマンドかドラゴン以外のブロッカーが出ればなんとかなるんじゃないか、もしかして出るんですかね、出るんですかね、ちょっと今わかんないんですけど、とりあえずじゃあめくってみれば、せーい、うん、どっちにしろ出なかったね、はい、はい、これちょっとよくわかんないね、どうなんだろうね、どうなんでちょっとなんか当たり前だろ、そんな出るに決まってんだろって言われるような気もするし、いや出るわけねえだろって言われるかもしれないし、ちょっと僕らにはまだわかんないんで調べてみる、どうしようかな、うん、まあいいや、とりあえずそんなところで、はい、とりあえずまあ何でもいいからダイレクトアタック、負けました、勝った、はい、はい、ということでこんな感じでね、組んできましたと、はい、ちょっと危なかったかなっていうところもあるけど、やっぱりさすがにね、大型の陣地がたくさん並ぶと強いですよと、はい、そうだね、バンベード面出されたらどうしようもないよはい、まあ前のデッキよりは全然なんだろう、全スクラッチを連打して、うん、踏み倒し踏み倒してっていうような感じではなくなりましたけど、はい、まあ、どんどんね堅実にマナを増やして、ボン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 ゼニスを出せるっていう意味ではこれも楽しいデッキだと思います、はい、はい、ただよくあるよく見るような形だとは思うんですけど、まあ緑のカードを何入れるかっていうところぐらいかな、うん、それぞれいろいろ違うの、うん、こんな感じですかね、はい、ということで、じゃあまあ特にない、あ、そうだ、デッキレシピなんですが、デッキレシピは毎回ブログに載せておりますと、はい、全てブログに載せておりますので申し訳ないんですが、デッキ紹介してくださいっていうコメントにはこちらから反応することはできません、はい、ブログを見るようにお願いいたしますと、お願いします、じゃあそれぐらいですかね、うん、はい、じゃあこういうところです、さよなら、バイバイ。